同等の別会長の障害者支援施設で、先月、職員が男性入所者を部屋に閉じ込め、この男性が窓から外に出ようとして転落していたことが分かりました。同や施設によりますと、別会長の知的障害者支援施設、貸しのみ学園で、先月3日未明、施設の男性職員が、 入所者の男性が暮らす2階の部屋のドアを紐で縛り出られないようにしましたその後男性は窓から外に出ようとして転落頭を打ち歯が抜けるなどの怪我をしたということです施設側から虐待の報告を受けた同は先月5日に施設に監査に入りました研修あるいはまあ勉強会等でこういうことをなくするようにはずっとやってたんですけれども 今回このようなことが起きてしまったことに対して非常に残念に思いますし申し訳なくあの思っております職員は施設の聞き取りに対し入所者が洗濯場を水浸しにするため外に出られないようにしたなどと話しているということです施設では過去にも職員による虐待が確認されていて同が行政処分を行っていました